で、94年にアンダー23の代表監督に、この選手たちをなんかもうやっぱり世界に生かしてあげたいなっていう、うん、それだけ。そして28年ぶりの出場となったアトランタオリンピック、これブラジル戦、西野さん自身のその心理的な部分ってどうだったんですか？ブラジルに勝ってもそれほどなんか、はい、2年ぐらいやっ、はい、コーチでやってた時に、はい、川淵さんが、はい、あの日立でなんか遊んでるコーチが映像みたいな遊んでるコーチが協会にちょっと協力させろみたいな感じで日立に連絡があって、はい、でそれで協会に出向することになった。それがアンダー20の監督の、あ、それがアンダー20の日本代表の監督、そうそこで代表の指導者っていう肩書きをもらってしまう、もらってしまうそこがスタート、まあ、監督としては。だからね、いやクラブでもないし、はい、教員でもないし、はい、代表が自分の監督のスタートだっていうのはこれ世界でも多分少ないと。そうですよね。お母ちゃんもそうかな、俺とお母ちゃんぐらいで。最初は教員だったり、まあ、指導といっても、まあ、教員っていうところから、代表の言っても監督じゃないですか。だから頭でっかちにならざるを得ないんだよね、自分の中で、うんうん、あの代表でしょ、はい、クラブ、町クラブでもない、はい、あの高校レベルでもない、はい、アジアと世界で戦っていかなきゃいけない中で、はい、何をどうしていいかわからないね、はい、本当知識だとか、はい、コーチング力だとか、はい、メソッドも何もない、はい、当然自分の知識だとか、はい、増やしていかなきゃいけないと思って、もう自分であのヨーロッパ行ってブレーメン行ったり、イギリスのライセンス取りに行ったり、はい、もちろん AFC のライセンス取りに行ったり、わらをすがる思いで知識をこう入れて、はい、38かの時にまず代表からスタートしたっていうのが、それはやったぜだったのかどうだったんですか？そうね、やっぱり自分現役の日立で長かったし、はい、で指導者も少しコーチかじったんだけど、はい、まあ、違う環境っていうか、はい、ディビジョンでこうやってみたいなっていうのがあったんで、うん、あ、それは行きたいと思いました。あ、でもクラブはノー。なんていう書き合ったんですか？いろいろ嘆願書って書いてもう、ね、はい、いや最終的には日立のクラブに戻ってきてこう還元したいし、まあ何年っていう感じで条件まずつけて、でユースの代表の監督をやって、あと一歩でアジアっていう、はい、世界っていうところで行けなかった、はい、で川淵さんがお前もう一回ユースやるか次のオリンピック見るかっていう選択して、はい、最初はもういやもう一回ユースやらせてくださいってなって、どう、まあいろいろ周りもやっぱこの世代見たんだから、うん、そのまま行ってもいいんじゃないかっていう中で、うんうん、まあ、そこでオリンピックにつながっていく。はー、で、あの94年にアンダー23の代表監督に就任、引き続きやることになって、でオリンピックなんていうのもその頃、はい、全く28年間出てないわけだから、ね、プレッシャーとかなかったんですか？プレッシャーはだからあのなくって、あ、知らないからないみたいな、知らないのもあるし歴史知らない、わからないのもあるし、はい、ただただあのやっぱりこの選手たちを世界に生かしてあげたいなっていう、うん、それだけ。まあ、アトランタオリンピックですよね、これ最終予選で、まあ劇的な試合があるわけじゃないですか。そう、ね、そうね、突破するためにまず意識されてたことって何ですか？自分のそのモチベーターとしてのやっぱ選手、はい、チーム作りこう盛り上げていく力よりも、はい、強化していく途中に J リーグが始まって、93年に始まって、はい、で96年まで向かうんだけど、はい、もう J リーグが選手をもう強化、本当に成長曲線がもう一気にそこで変わったよね。選手たちの意識が、はい、もうだってもう世界の選手たちとやるわけじゃないの、はい、日々、はい、え、じゃあやっぱりあれですか、その合宿こうやって解散して J リーグやって、うん、また集まるとまた変わって3ヶ月で全然違うし、はい、3ヶ月次の週もレギュラーでやってたらメンバーリストがもう変わっちゃうぐらい、選手の成長がすごい激しかったね。当時の
対戦国の情報ってどう集めてたんですか。その時はね、協会のやっぱ技術委員会がもう総出でやってくれた。今ではかなりルール化しちゃってて、そのスカウティングの仕方も、はい、もう自分たちはなんかあの潜入してカメラ回してなんてやった時代もあったけれども、それこそね、あの整備工にあの変装してボンネット開けて、そのボンネットの隙間からグラウンドを見てスカウティングしてくれたやつもいるし、本当にそれはね、死の覚悟でね、もうやってくれたのよ。見つかったらとんでもないことになりますよね。そういう、もう時代でもあったけどね。で、あのもうこれすごく僕を覚えてるんですけど、サウジアラビアとのこの準決勝が一番の難関だと言われてたじゃないですか、でここで28年ぶりのオリンピック出場を決めた、この試合は前園さんがゴールするんでしたっけ。ゾノがね、もうキレキレのキックだったね、あれ決まった瞬間どうだったんですか。オリンピック決まった瞬間、選手たちももうなんか当日の朝は眠れませんって、お前センターバックのやつ白井っていうのが、もう白井さん僕の先輩です。あ、そう、あいつも寝れませんって言って、トレーナーがもう一生懸命あの足に針打って寝れるようにとか、もうみんなこうナーバスになったり、こいつらでもナーバスになるんだって思って、決定戦っていうなると、まあそういう心理的にあるんだなと思いながら、西野さんはちなみに寝れたんですか。いや、だからあの北の国からの最終編見てたからねあの夜中にこうなんかね、そう、これは誰にも言ってないんだけどそれをこの YouTube で出していいんですか張り詰めてるのよ、とにかく、でも最後、まあ、なんか癒されたい感じで休みたいなって思ったのか、はい、そして28年ぶりの出場となったアトランタオリンピック、これはブラジル戦、実力の差はすごくね、オッズを見たらすごいオッズだったもんね、はい、でもこれ 1-0 で勝つじゃないですか、まあ、マイアミの奇跡というふうに言われてますけれども、スカウティング含め入念にされてたっていう話をジョーさんからは聞いてるんですけど、スカウティングビデオって前日とか前々日に見るじゃない、でそうなった時にもう穴がないのよ、で強いて言えば穴としてはアウダイールっていうね、オーバーエイジで入ったセンターバックとジーダっていうね、ゴールキーパー、ちょっとコミュニケーションが悪いっていうデータがあったわけ。あったんですか。これはすげえ分析班がたまたまどっかの試合で1回だけここがこうもたついてうまくいかなかったことがあったんだって。でそれをあのビデオで見せてきて、もしかしたらここに入れたら何か起きるかもしれないと。どうだったんですか。本当、ジョーが、こういうボール、対角線のこういうボールがすごいチャンスになるとか、スカウティングの力がめちゃくちゃ大きかったって言ってたんですけど、1週間前にニューヨークで、あのブラジルのそのオリンピックチームと世界選抜、試合を山本昌邦と1週間前に見に行って、ブラジルはウィークポイントがないわけ、これどう選手に伝えようって、見せる映像、見せない方がいいかもしれないですねみたいな。ストロングポイントばっかりで、ストロングしかないし、それストロングばっかりこうやって見せたら、多分圧倒するな、圧倒されて、でウィークポイントを、ね、見せればいいんだけどない、だけど唯一見つけたのは、最後見つけたのはダウダイールっていう超ベテランとセンターバック、キーパーは20歳のジッタ、ジッタ、でジッタはコーチングできないと、でそういう連携の悪さはあるぞっていうところを唯一ブラジルのウィークポイントとして言った。そしたらあの道木っていう左サイドバックが、そこに間にボールを入れて、でジョーは行きます、ぶつかりました、こぼれました、テレさんで伊藤テルが 50m 走って、っていう、だからあの奇跡奇跡っていうけど、まあ選手の どこかには限りなく勝つ確率は低いけども、
勝てるとしたらそういう状況をどっかに共有してたのかもしれないんですよ。だから逆にストロングの映像を見せないでよかったなと思う、うん、それすごいですよね。まさかブラジルに勝つとは思わなかったですもんね、見てて。でも隙はやっぱり初戦だったからあったかもしれない、うんうん、でもやっぱりあの守備のやっぱり当然なってしまうんだよね、はい、うん、本心ではないよね、もう、ディフェンスしなきゃいけないって、うん、はい、だからジョーダとか中田ヒデとか前園は、はい、いや行けますよ僕らはみたいな感じ、うん、いやでもボール保持してないと攻撃権ないからなって、はい、これ相手にずっと持たれてて、はい、で攻撃したくてもできないよ、うん、だそのための守備ボールダッシュする、うん、そこから思い切って攻撃仕掛けるんだっていう、うん、でそこを強調したんだけど、あの前の方の3人はあのもうなんとかなんないですか、もっとあの攻めましょうよ、うん、いけますよ僕らみたいな感じで。この試合の勝った後ロッカールームの雰囲気はどうだったのかと、西野さん自身のその心理的な部分ってどうだったんですか。ブラジルに勝ってもそれほどなんか、はい、それなぜかっていうと、チームがオリンピックに世界の舞台に出るためのやっぱりこう結束力っていうか、うん、グループとしてこう戦う力っていうのが、はい、あのアジアを勝ち抜く中ではものすごく感じたんだよね、うん、チームとしての強さをで勝ってきた、はい、で本大会行くとやっぱりそれぞれインディビジュアルに少しなりかけて、うん、エゴではないんだけれども、うんうん、まあ、自分が世界にこうアピールしたいとか、うんうん、まあ、そういう主張が強くなって、なんとなくチームが、うん、あのグループとしてこう力が出せない、うん、まあ、出せなくはないんだけども、うんうん、ブラジルっていうチームに対する、はい、あの思いだけで、うん、日本代表チームとしてのその力っていうのが、まあ、アジアの時に戦った時の雰囲気とまたちょっと違った中で勝ったっていうことで、うん、勝ったとはいえ、うん、なんかあの違ったものがあって、あのその後、まあ、ナイジェリアにこう敗れて、まあ、ハンガリーにこう勝利する、うん、これって2勝1敗ですよ ね、 そうね、ないんじゃないかな、6ポイントで上がれない、それで予選敗退って納得いかないですよね、うん、そこは、うん、まあそれもグループステージの、うん、まあグループステージって本当に駆け引き的な問題、うん、ものがあるなと。あの正邦さんってどういう存在ですか、西野さん。真逆だね僕とね、だからあいつほど緻密なやつはいないのよ、うん、とことん追求して、うん、本当勝負はあの本当細部に宿るを彼は分かってるみたいな、うん、そこはちゃんとやらないとっていうところをきっちり伝え、はい、きっちり落とし込み、うん、それで選手に体感させ体得させるみたいな、うん、そういうロジック的なメソッド的なのをしっかり持ってるし、うん、じゃあすごくいいバランスだったんですか。まさかには多分、もっとちゃんとやってくださいよみたいな感じで思ってたかもしれないしね、はい、俺は本当にありがたかった。彼いなくて、うん、代表チームなかったよね。あのこう帰国後、当時の技術委員会から D 判定、あ、それはちょっと受けたんですよね。確かに内容はね、やっぱりああいうトップトップとやって、うん、ディフェンシブで選手の将来性がなかなか見られなかったっていう、うん、まあ、確かにそのね内容を分析されたりはするけれども、うん、まあ、一方で勝負によってやっぱり成長も感じられるわけだし、はいはい、そこを追求するのも代表チームだと思うし、はいはい、まあ、もっともっと思うところもあったんだけど、まあ、自分の中で落ちないのは自分もすごい攻撃的な感覚で指導したい、はいはいはい、現役時代もポジションが前の方だったし、うん、そういうつもりでやりたいけども、うん、やりたいけどもブラジル、ナイジェリアにどう
やれば、ね、うん、あの圧倒できるかって言ったら、うん、まあ、それはボールをダッシュ、いかにダッシュして攻撃権を増やしていくかっていうところをまず求めないと、うん、はい、だから結局ちょっと後ろ向きになったり、でも積極的なディフェンスだったとは思うんだけども、うん、まあ、そういう協会のやっぱり客観的な評価っていう中で、うん、Z までの D ですから どこまで、本当ですよね、だから D までの D なのかね、うん、だからもう最悪な評価をもらっちゃったのかなって、うん、あの思って、で悔しくて、はい、あの帰ってきてすぐバルセロナに留学させてもらった。あの当時のオリンピックの中でいうと、まあ、ジョーさんいて、前園さんいて、中田秀さんいて、松田さんもいて、この中でこう、あ、印象深いなっていう選手は誰ですか？やっぱテルとかね。テルはやっぱり、まあ、よくサッカー知ってるなって思う、テルさんがやっぱ一番印象深かったんですか？まあ、テル見た時になんかサッカーのなんか塊みたい なんか、いやだって当時言ったらゾノさんとかヒデさんとか、ジョーさんとかのがすごくこう立ってたじゃないですか、うん、立ちすぎでしょうね。立ちすぎそれは立ちすぎてたんですね。なるほど。そして97年でレイソルのヘッドコーチに就任。ナビスコカップで決勝に進出して、はい、ホーミョンモン退場があの優勝を導いたという、うん、で2005年5チームがこう最終節まで優勝の可能性がある中でこう大混戦だったじゃないですか。その前の週で負けた時の練習始めの時に優勝できるよって、もうアジア王者として臨んだクラブワールドカップマンチェスターユナイテッド、自分たちのもう持ってるのを全部出し切る